続けますね。ゆっくり選んでくださいまし。これにいたしましょう。どれにいたしましょう。これにいたしましょう。皆の物語でございます。あたいの足が光ってうなるってな。いってらっしゃい。参ったね。早速ヘビ状にあぐらを壊されちまった。うん、特にイムちゃんの気合がすごかったよ。悔しいけど圧倒されちゃった。あたいたちもうかうかしてられないよ。さっさとこの世界から脱出して妖魔をぶっ飛ばしてやんないとね。イコロがどうした？なんか気になることでもあるのか？ええ、さゆり様がこの世界に私たちを呼び寄せた真意について考えていたんです。ばっちゃんの真意？この世界に私たちを閉じ込めて忍びの盆踊りを通して忍び学生同士を戦わせる。なぜさゆり様はそんなことを？まだそんなこと気にしているのか？そんなの分かりきってるじゃねえか。あたいたちの中で誰が一番強いかを確かめたいのさ。それならそれで納得できるのですが、ではなぜこの世界にわざわざ呼び寄せたのでしょうか？言われてみればそうだね。ホムラちゃんやユミちゃんと力比べするなら現実の世界でもできるし。本当にそうか。ギリギリの真剣勝負、勝った方が負けた方の命を取る。そんな戦いがあいつらとできるか？そうですね、私はヨミさんの命を取ることはできないかもしれません。ヘバリモだよ。ハルカさんを殺すなんて考えられない。俺たちはあいつらと親しくなりすぎた。いい意味でも悪い意味でも。確かにな。ただあんな妖魔を見せられたら本気でやるしかない。俺たちの世界が壊されるのをこんなところで指をくわえて見ているわけにはいかないからな。私たちを真剣に戦わせて鍛えるための舞台、それが忍びの盆踊りであり、さゆり様の真意なのでしょうか？おそらくね。さゆりは俺たちから馴れ合いの空気を一掃したいのだろう。でもそれっておかしいと思う。どうして？それはホムラちゃんたちと戦えばわかるよ。お、アスカ、いい顔してるじゃないか。その気合、あたいも乗ったぜ。行くぞみんな。あいつら相手に小難しい作戦はなしだ。正面から突っ込んで全力をぶつけようぜ。突破。
どうやって終わらせてやる。とんでもないスピンだろう。
私たちの勝利だよ。やっぱ強いなお前たちは。いや、勝ったのはあんたらや。ほんまに強いのはそっちっちゅうことや。いやいや、そうじゃないんだって。お前たちが強いから、あたいたちは負けないように必死になる。それでいつも以上の力が出せるんだ。だいたいさ、日陰との戦いだって勝ったり負けたりじゃん。勝敗はその日の体調と運次第。今日は勝ったけど、明日は負けるかもしれない。だからあたいは何度でもお前と戦いたいんだ。なんだよ。いや、ええこと言うな思って。バカなこと言うなよ。照れるだろ。こうなったら仕方ない。照れ隠しにみんなのおっぱいを揉ませてもらうぜ。なんでそうなるんや。いいじゃんか、いいじゃんか。減るもんじゃないし、むしろ大きくなるかもしれないぜ。いただきます。わあ、やめてください、カツラギさん。やれやれ、結局こうなるのか。でもセクハラはともかくとして、カツメの言っていることは正しいと思う。だってヨーマが攻めてくるんでしょ。それなのにこんなところで戦って代表を決めるなんておかしいよ。ヨーマと戦うなら、ホムラちゃんたち、ユミちゃんたち、ミヤビちゃんたち全員で協力して戦った方がいいと思う。私はそれを馴れ合いとは思わない。だって私たちは戦うごとに一緒に強くなっていく最強の友達だから。それにもし忍びとしての任務でホムラちゃんと命の取り合いをしなきゃならなくなったら、私はやるよ。忍びとしての覚悟はできてる。なるほど、覚悟の問題ということか。アスカは揺るぎがないな。さすがは俺たちのリーダーだ。そんな、私はリーダーなんて器じゃないよ。いや、お前のまっすぐな気持ちは俺たちの道しるべとなる。その思いをこれからもみんなにぶつけてくれ。うん、でもみんなだけじゃない。ばっちゃんにもぶつけてみるよ、私の気持ち。一段と蹴りの際が良くなってきたぜ。この技いい感じじゃないか。ホムラさん、どないしたんや。半蔵に櫓を壊されて落ち込んでいるんでしょ。ホムラちゃん、元気出してください。ほら、いかがですか。砂浜で拾ってきたものです。きっと美味しい。いや、ユミお姉ちゃん、何このグロテスクな生き物は。クニョクニョで目が飛び出してるよ。大丈夫です、ちゃんと火を通してありますから。いや、そういう問題じゃ。って食べてるし。ヨミ、いい肉だったぞ。うまかった。おさまつさまでした。一度負ければ二度勝てばいい。いつまでも落ち込んでいられるか。腹いっぱいになったところで一勝負だ。
じゃあ半蔵のみんなにリベンジする？いや、負けてすぐにリベンジというのも芸がない。まずは蛇女の櫓を攻めてみるとしよう。了解。ほな蛇女のとこに行こうか。やあイムさん、戦いに来たで。お前は日陰、それも他の連中も。こんな時に。なんや、今都合が悪いか。いやそんなことはない。僕たち誇りある蛇女はいつだって気力も体力も充実している。ここは引きこもり天国。私動きたくない。見るからにやる気ないや。うるさい。僕はやる気満々だ。なるほどな、今はイムさん一人だけがやる気なんよね。なんやかわいそう。日陰、お前には前々から言いたかったことがある。なんや、何でも聞いてくれてええよ。お前感情あるだろ。ないで。いや絶対にある。今だって僕のことをかわいそうだって言ったじゃないか。わしに感情はない。あんまりしつこいと怒るで。やっぱりあるじゃないか。今怒るって言ったぞ。はは、確かにそう言うたわ。そやけど感情はない。いやいやいや、今はぁって笑ったぞ。そうやったか。日陰、わしには感情がないってただの口癖になってるだろ。そんなことないで。イムさんはほんまに失礼な人やな。わし悲しいわ。お前僕をからかってるな。クソ、お前はいつもそうだ。ほらアホなことばっかり言うてんと戦うで。すまんが戦うときは本気やからな。
とこ。仕留めたる。どうやって投げてみや。ほらどうや。もらっとこ。わしらの価値やね。矢倉も壊させてもらったで。みんなの気持ちがバラバラじゃダメか。どんな問題が蛇女で起こってるんかは分からへんけど、イムさんならきっと解決できるで。頑張りや。日陰、なんで僕にそんなに優しい言葉。さあ、なんでやろな。もしかしたらわしイムさんのこと好きなのかな。なんだって僕のことが好き。そんなこと急に言われても困る。僕にはもうミヤビって人がいるんだ。そう言われてもな、この気持ち抑えられそうにない感じやが。
抑えきれないのか。うん、抑えきれんわ。そうか、わかった、少し時間をくれないか。日陰のこと、僕も真剣に考えてみる。あ、なんだよ。よう考えてみたら、わし、感情ないし、この気持ち、やっぱり好きとは違うわ。どっちかというと、すまんな、イムさん。まあ、これからもよろしくな。日陰、殺す。なんでそうなるんや。黙れ、殺す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 。純情な僕の心を傷つけやがって。もうしんど。ヘビジョの矢倉も壊したし、この調子でどんどん行っちゃうわよ。ミライさん、いつになく張り切ってますわね。ヨーマを倒さなくちゃいけないってのはもちろんだけど、忍びの盆踊りで一番になれば神楽への道も開けるんでしょ。神楽って言えば忍びの最高称号だし、そんなものになれたらアルバイトとかしないで忍びとしての仕事だけで生きていけるって思うんだよね。でもそう思っていたのでしたら、最初からもっとやる気を出せればよかったですね。それはそうなんだけど、ずっとアルバイトばっかりだったから、ビーチに来たら舞い上がっちゃって。ちょっといいかしら。はい、3名様ご来店。いらっしゃっせ。いらっしゃっせ。ありがとうございます。何よこの掛け声。ああ、急にあんたたちが来たからつい、いつもの癖で。すみません、最近ミライさんと一緒に居酒屋風喫茶店に勤めているもので。居酒屋風喫茶店。へえ、そんなのあるんすか。行ってみたい。ベラメ、何がアルバイトだっての。忍びのくせに情けない奴らだぜ。ったく。そんな挑発はもう慣れっこよ。こっちは生きていくために必死なんだから、笑いたければ笑えばいいし。で、お前たちは何の用だ。そんなの決まってるだろ。あんたたちの矢倉をぶっ壊しに来たんだよ。私たちからも動かないと、あんたたちその気にならないみたいだし、だからちょっと遊んであげようと思って。うわ、あんた小さいくせに生意気ね。小さいのはあんたの方でしょ。は？あんた身長は150センチだけど。あ、私はもっと大きいから。はい、論破。論破って、あんた自分の身長言ってないじゃない。はいはい、悔しいの悔しいの。それで私を挑発したつもり。ダッサ、痩せ我慢はおっぱいに毒だよ。そのちっちゃなおっぱいにね。
Yeah.
遊び半分で私たちに勝てると思ったの？バーカ、ブワーカ！別にこっちだって本気じゃなかったから。カフルちゃん本当っすか？すごいっす。うちは猛烈に全力だったんすけど。花火、そんなことは話さなくていい。こんな時は全然聞いてねえぜって虚勢を張るんだよ。でもまあ、うちらの目的は果たせたっすよね。だいぶ時間稼ぎできたと思うっす。負けちゃったっすけど、一応作戦。時間稼ぎ？バカ、余計なことばかり言わないの。せっかく計算通りだったのに。まずいっす。もうしっかりしてよ。これだから超体育会系は。とにかくこれが私たちの実力だとは思うなよってことっす。あの子たちにはさゆり様とは別の思惑があるみたいね。これは現実だ。おじいさま、会いたかったよ。嬉しい、嬉しいじゃん。こんなのマジありえない。面が邪魔だ。またお会いできるなんて夢にも思いませんでした。おじいさま。待て待て、立ち話もなんだ。そこに座ろう。はい。よっこらしょっと。黒影おじいちゃんの隣。ダメですよ。じゃあこっち側は我が。じゃあ私は後ろからしがみつく。ユミちゃん、そんなとこ座ったら黒影おじいちゃんは前が。私としたことが。いいんだ、最高の眺めじゃないか。もう帰りたくありません。それはならん。お前たちは元の世界に戻るのだ。せっかく会えたのに。こんなところでのんびり過ごすためにお前たちは忍びになったのか。お前たちと暮らせたおかげで俺の人生は最後に救われた。ただほんどこまで腕を上げたか俺に見せてくれ。さあ行け、俺の孫たちよ。はい。さあ今はただ進みましょう。おじいさまの笑顔のために。
神楽千年祭執行部の皆さん。お、ユミちゃん、忍びの盆踊りをやる気になってくれたんですね。いいえ、本音を申しますと、私はいつまでも黒影おじい様と一緒にいたい。ふーん、もう勝ち抜く気でいるんすか。ええ、おじい様が望むのなら私はそれを成し遂げるのみ。おじい様、おじい様って、これまたに。おしゃべりはもうよろしいですか。よろしければさっさと始めましょう。へえ、なんか雰囲気変わったね。これが月仙リーダーの本気ってわけ。そうじゃ、わしらは黒影様の思いに応えたい。黒影様は私たちが立派な善人であることを望んでる。ああ、この世界で安穏としていく。だから辛くても戦うよ。カフルちゃん、人を感動させるのに敵とか味方とか関係ないっす。わかったわかった、いいか。たくほら、吹くものがないならわ。やれやれ、殿下人前で吹く。それにしてもユミ、黒影おじい様よくご存知。ああ、そうですか。ならば余計に全力で行かせてもらいます。言うね。決戦のみんな戦う気になったんだね。ちょっと影から見させてもらおう。沈みましょう。任務開始。そのリーダーに止める気ですか。その程度で止める気ですか。
甘く見ていました。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 甘
装束。甘く見ていました。気合いを狙う。させません。私の舞を披露しよう。そしてこのまま戦いを続けていけば、こら、みのり、相手はっていうか、せっかく会えたのにどうして。皆さん、さあ涙を拭いて、おじい様の前で泣き顔は禁物です。笑顔で勝利を報告しましょう。ユミちゃんたち、黒影さんのことは何だろう。偵察に来た。どうした、リョウキ。サユリ様、私は死んでも今のユミちゃん、私やっぱり死にたくなかったです。すまないね。お前みたいな若者を死なせてこんな。ごめんなさい。でもその通内はきっ、はい、私、リョウビちゃんとリョウナちゃんだけじゃなく、この世界を救う若い忍びたちのために。あの方に顔向けできない。また一つ絶対正義に近づけましたね。名前をひらめきました。おかえりなさい。これにいたしましょう。各種音量や操作方法を変更できます。私はいつまでもお待ちしております。やめておきましょう。ゆっくり選んでくださいまし。これにいたしましょう。